今回は村上春樹作品に登場する人生や生き方に関する名言をまとめてみました。古い作品から順に紹介していきます。まず風の歌を聴けの中の主人公の言葉です。人並み外れた強さを持ったやつなんて誰もいないんだ。何かを持ってるやつはいつかなくすんじゃないかとびくついてるし、何も持ってないやつは永遠に何も持てないんじゃないかと心配してる。だから早くそれに気づいた人間がほんの少しでも強くなろうって努力するべきなんだ。不利をするだけでもいい。強い人間なんてどこにもいやしない。強い振りのできる人間がいるだけさ。続いてはノルウェーの森の冒頭において、高校時代に親友を失った主人公が大学に入り上京する場面です。東京について寮に入り新しい生活を始めた時、僕のやるべきことは一つしかなかった。あらゆる物事を深刻に考えすぎないようにすること、あらゆる物事と自分の間に然るべき距離を置くこと、それだけだった。初めのうちはそれでうまくいきそうに見えた。しかしどれだけ忘れてしまおうとしても、僕の中には何かぼんやりとした空気の塊のようなものが残った。僕はその形を言葉に置き換えることができる。それはこういうことだった。死は生の対極としてではなく、その一部として存在している。この文章に関しては後に村上春樹さんは次のように言っています。僕らはみんな自分の中に死を内包して生きています。親しい誰かが死ぬ時、僕らと死を隔てている壁のようなものが少しずつ薄くなっていきます。僕らの中の死が少しずつその影を濃くしていきます。そのようにして僕らはだんだん自らの死へと近づいていきます。僕はいつもそう感じています。同じくノルウェーの森からです。自由気ままに生きているように見える長澤さんの意外な言葉です。ねえ長澤さん、ところであなたの人生の行動規範って一体どんなものなんですかと僕は聞いてみた。紳士であることだ。紳士であることってどういうことなんですか？もし定義があるなら教えてもらえませんか？自分がやりたいことをやるのではなく、やるべきことをやるのが紳士だ。続いてダンスダンスダンスからです。13歳のユキは突然の事故で知り合いを亡くします。そしてその知り合いを生前存在に扱っていたことを後悔します。そんなユキに対する主人公の言葉です。後悔するくらいなら君は初めからきちんと公平に彼に接しておくべきだったんだ。少なくとも公平になろうという努力くらいはするべきだったんだ。でも君はそうしなかった。だから君には後悔する資格はない。ねじ巻き鳥クロニクルは主人公が妻である久美子を理解しようとする物語とも言えます。久美子の主人公に対するセリフです。これまでの人生で何かを本当に欲しいと思ってそれが手に入ったことなんてただの一度もないのよ。そういうのがどんな人生かあなたにはきっとわからないわ。自分が求めているものが手に入らない人生に慣れてくるとね、そのうちにね、自分が本当に何を求めているのかさえだんだんわからなくなってくるのよ。スプートニクはソビエト連邦が打ち上げた人工衛星の名前です。スプートニクの恋人では孤独を表した表現が秀逸です。これだけ多くの人々がこの世界に生きていて、それぞれに他者の中に何かを求め合っていて、なのになぜ我々はここまで孤絶しなくてはならないのだ。僕は目を閉じ耳を澄ませ、地球の引力をただ一つの絆として天空を通過し続けているスプートニクの末裔たちのことを思った。彼らは孤独な金属の塊として遮るものもない宇宙の暗黒の中でふと巡り合い、すれ違い、そして永遠に分かれてていくのだ。交わす言葉もなく結ぶ約束もなく。海辺のカフカには15歳の主人公を導く存在として遺伝子的には女性だが男として生きている
大島さんというキャラクターが登場します。その大島さんの言葉です。差別されるのがどういうことなのか、それがどれくらい深く人を傷つけるのか、それは差別された人間にしかわからない。痛みというのは個別的なもので、その後には個別的な傷口が残る。ただね、僕がそれよりもさらにうんざりさせられるのは想像力を欠いた人々だ。その想像力の欠如した部分を、虚ろな部分を、無感覚なわらくずで埋めて塞いでいるくせに、自分ではそのことに気づかないで表を歩き回っている人間だ。最後に、色彩を持たない田崎作ると、彼の巡礼の年からです。主人公が駅を作るために大学に入ったというと、大学の後輩がこう言います。駅を作ることにそれほど情熱を燃やしている人が世の中にちゃんといるなんて想像したこともなかったな。失礼なことを言うようですが、限定して興味を持てる対象がこの人生で一つでも見つかれば、それはもう立派な達成じゃないですか。田崎作の古い友人は自分がゲイであることを打ち明けます。俺は女性に対してうまく欲望を持つことができない。全くモテないわけじゃないが、それよりは男との方がうまくいく。そういう事実を人生のある時点できっちり突きつけられるっていうのは、本人にとってはかなりきついことなんだ。一般論じゃ済まない。なあ、こういうのって大いなるパラドックスだと思わないか。俺たちは人生の過程で真の自分を少しずつ発見していく。そして発見すればするほど自分を喪失していく。いかがでしたでしょうか。村上作品には人生や生き方に関する含蓄のある言葉が散りばめられていますね。